はい、どうもー。今宵もこの時間がやってきましたよ、下手くん。今日はどうしますか？今日はもう、すっごいイメチェンしてください。かしこまりました。はい。すごいイメチェンで、もう今の髪型ちょっと嫌なの？いや、そうなの。嫌なの？いや、結構気に、嫌です。頼むよ。嫌です。まだ編集するの増えるやん。なのにやって、もう。嫌です。むちゃくちゃ変えたいですね。ということで、まあ、しもやんがイメチェンしたいと。まあ、いつも毎朝、なんか僕ら二人でこう、スタイリングとかいつも一緒にしてるんですけど、もう大体僕はもう速攻こうやって、わーって振り下ろして終わってる時に、しもやん大体なんか、ジェルこうやって、ペタ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 って。どうしたんって聞いたら、いや、ここめっちゃ跳ねてくるんですよ。永遠にやり続けてるんで、何これっつって。ちょっとそんな感じで、僕ちょっと今日、しもやんイメチェンします。お願いします。はい、よろしくお願いします。僕は今、海に行きたいんですよ。でもね、車もバイクも持ってないんで、海行けないんですよ。電車で行けるやん、電車で。電車で友達と海に行くって、中央かってなりますもんね。車持っとったら、友達とか、彼女とか連れて。彼女いんの？いないっす。はい、じゃあ。やっと終わったんで、カラー入れていきますね、この。お願いします。抜け切った髪の毛に。あ、よっしゃ。それでは、スタイリングをしていきます。今日使うのは、マットとボルドです。分量的に言ったら、マットこれぐらいで、一旦根元にちょっと忍ばせます。まずは、後ろから、こういう感じで、ちょっと後ろからまずつけてあげてください。まあ理由は、やっぱこう、後ろの方が毛量も多いし、前髪ってあんまりつけすぎると、そんなにダメなんで、横に関しては、こう一枚一枚こうやってペラ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 。こうやってめくりながら、こうやってめくってあげてください。根元に一旦忍ばしてから、ホールドをつけていきます。根元にはもう入れなくて、ほぼ入れなくていいですね。もう根元には入れずに、毛先と中間にこうやって入れるイメージで。で、そこからもう一旦全部もう落としてきてもらって。どうでしたか？最高！すっきりとしたんとちゃいますか？だいぶすっきりしましたよ、これ。初のジェットモヒカン。めちゃめちゃダサかった時のあの髪型から比べて、多分こっちの方がまあ女性受けはいいんじゃないかなと。今年の夏は彼女を作るっていうしもやんの目標があるんでね、それのために僕もちょっと今日はかっこよくさせてもらいました。女